り縫いし獄中で死亡と、はい、反体制派指導者ロシア発表新調査中ということですねええー、ちょっと読んでいきましょうロシアの刑務当局は16日反体制派指導者 アレクセイ・ナワリヌイ氏47歳が同日、週刊先のロシア北,、えー、北極圏ヤマロネネツ自治管区の刑務所で死亡したと発表したタス通信などが伝えた、えー、刑務当局はナワリヌイ氏が同日散歩後に体調不良を訴え意識不明になったと主張 救護措置を施したが、間もなく死亡が確認されたとした。死因は調査中だとしている。ロシア大統領府は16日、プーチン大統領がナワリヌイ氏の死に関して報告を受けたと発表した。弁護士出身のナワリヌイ氏は2000年代からプーチン政権の汚職や不正を告発する活動を開始した。20, 20年8月、ロシア国内線の旅客機内で意識不明となり、ドイツの病院に移送。検査の結果、旧ソ連の神経剤ノビチョク系の毒物で襲撃された疑いが浮 上した米欧諸国はロシア政権側による暗殺。 えー、未遂事件だと指摘。ロシア政権は関与を否定した。21年1月、ドイツからの帰国と同時に、過去の有罪判決の執行猶予条件に違反したとして拘束され、禁錮2年6ヶ月の実刑を言い渡された。その後も複数の事件で起訴され、えー、計約30年の収監が決まっていた。ナワリヌイ氏は週刊後も、えー、支援者の協力を得て、SNS 上で政権批判を展開。22年2月のウクライナ侵略に際しても、狂った人物が始めた愚かな戦争だとプーチン を避難したとということでナワリヌイ氏47歳ですからね私と同世代で、まあ、ちょっとねナワリヌイさんという方がどういう方か、まあ、この番組でもね以前あの触れたことあるんですけども、あのー、覚えてる方もいらっしゃると思うんですが、えー、プーチンがとんでもない宮殿をね作って、ねえー、そこでね とんでもない生活をしているというね。えー、その宮殿のことはプーチンは知られたくなかったらしくて、宮殿のありかを含めてね、えー、そんな宮殿、もうとんでもない宮殿ですよ、えー。そういうものを持ってるっていうことは公表していなかったんですけども、それをすっぱ抜いてみんなに暴露しちゃったのがナワリヌイですよ。えー、プーチンはね、こんな、こんな別荘を持ってるぞと。えー、あれい、いくらって言ったかなあの、 一千億円だったかなんかね、あの、一千、ね、うん、なんかね、ありえない、あ、Google マップで見られるょうね。もう、あ、ありえない規模なんですよ。<laughs> えー、もう一つの街みたいな宮殿なんですよね。で、あれ、ロシアの人見たら、なんなんだこれはってなりますよね。えー、ねだからもう皇帝気取りですよね。うん。え <laughs>、それを、まあ、あの、告発した。あと、まあ、プーチンの悪事をね、 え、告発してきて。まあ、元弁護士ですから、そこら辺はですね、えー、ちゃんと証拠を掴んで、それを告発してきたわけなんです。で、当然、反体制というのは、えー、プーチンの暗殺の対象に、これまでなってきたわけですよね。私もね、いつも言うことなんですけども、これね、暗殺された、暗殺されたっていうんですけども、言葉遣い間違ってると思うんですよね。これ暗殺じゃないんですよ。暗殺っていうのは、誰がやったかわからないものが暗殺ですからね。 ええ、これね名札って言うんですよ <laughs> <laughs> 鮮やかな名札であってこれよく暗殺って言いますけどこれ暗殺じゃないです誰がやったか100%分かってますからこれほど鮮やかなん、ね、で名札を繰り返す人は少ないだってほらプーチンに反抗した人がことごとく死んでいくわけですから <laughs> プリゴジンだってそうですよね、えー、飛行機落ちましたってあやったなってだから殺し方も <laughs> 全部もう、あ、こういう風にして殺したんだなっていう風にですね、もう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 全部分かっちゃってるわけですから。よくポロニウムとかね、ノビチョクもそう。普通、なんか自己死を見せかけるとか、なんか、なんか自殺に見せかけるとか、なんかちょっと手の込んだことするじゃないですか、普通は。<laughs> いやいや、もう、いや、違うんですよ、もう。 プーチンが俺に反抗した奴は血祭りにあげると。ほらな、こいつも、ほらな、こいつも、ほら、こいつもな、と。あんたやったんでしょやってないよって言っても全員、ああ、こいつやったなっていうふうに思って、だ,だからこれが抑止力になるわけです。えーえー、なので、まあ、まあ、わかりやすい名察だというふうにね。プリコ人もそうでしたし、えー、今回のナワリンヌイもそうです、ね。で、この人、まあちょっとね、はい。 まあこれ逮捕された時ですけどもねロシア国民に政権を恐れるなということを言い続けた人ですえー、でこの、まあ、民主派の政治的リーダーですねですからプー反プーチンの旗頭がこの縄り縫いだったわけですよはいまあでもすごいですよねあの国内戦で意識不明になってドイツの方に連れていかれてなんとか一命を取り留めてそれでやっぱロシアに帰りましたからね 必ず逮捕される。で、おそらく必ず殺される。っていうことを分かってたと思いますよ。逮捕されないんじゃないか、殺されないんじゃないか、なんてことはありえない。いや、自分は逮捕され、殺されるというね、覚悟の下で、それでも政権を恐れない。ね。恐れるなと言ってました。自分も恐れない。ね。えー、正しいことを言い続けるっていう、まあ、すごい気骨のある活動家ですよ。 いナワリヌイ氏は長年、プーチン政権の強権政治の打破を訴え、反プーチンの象徴的存在となってきた。2020年8月に毒殺未遂に遭い、21年2月からは収監されていたが、ナワリヌイ氏がそうした境遇にも屈せず、政権を恐,るな恐れるな、えー、と国民に呼びかけ続けてきた。 ナワリヌイ氏の死亡で、プーチン政権に異議を訴えるロシア国内の民主派勢力はさらに体調に追い込まれると見られる。ナワリヌイ氏の習慣を政治弾圧として非難してきた欧米諸国とロシアの関係がさらに悪化するのも確実。ロシア独立系メディアによると、ナワリヌイ氏は死亡前日の15日、自身に関連する裁判にオンライン出廷し、元気な様子だったという。ナワリヌイ氏は3月のロシア大統領選でも、プーチン大統領以外の候補者に投票する するよう呼びかけていた死亡は刑務所という密室で起きており当局側による死因救命がどこまで客観的に行われるかは不透明 SNS 上ではナワリヌイ氏の名誉でロシア国外在住のボルコフ氏が政権が彼を殺したなどと非難の声を上げたナワリヌイ氏は2000年代からプーチン政権の強権統治を批判11年の大規模反政権デモで指導者の一人になり13年のこれすごいですよ。13年の モスクワ市長選では2位ですよ。ええー、すごいですよね。ええー。18年の大統領選に出馬を予定したが、刑事罰を科されて資格を失った。19年のモスクワ市議会選では、有力な非与党系候補に投票を集中させる、賢い投票を有権者に呼びかけ、与党議席を減少させた。はい。これどういうことかというと、これね、ロシアの、えー、選挙というのは、 中国と一緒で、中国の場合はね、中国共産党様が認めた人しか選挙に出られないわけですね。で、あと、え香港の,あの、えー、議会とか、えー、もうそうです、えー。習近平様が認めた人の中で投票して選ぶっていうだけで、こんなものは民主主義でも何でもないわけです。で、ロシアもプーチン様が認めた人、 しか、大統領選に出馬できなくて、そこにプーチン自身も出るわけですよ。<laughs> こんな、こんなアホな選挙ありますかプーチン出ないんだったらまだしもよ。プーチン様が認めた人しか出られなくて、プーチンも出ちゃうんですから。ね、もう、そんなんで選挙に勝ったって言っちゃう神経がですね、もう信じらんないんですよ、こんなもん。ただの独裁ですからね。 はい、そこでナワリヌイはどうしたかといったらね、賢い投票ってありましたよね、モスクワ市議会選挙、これだってプーチンが認めた人しか出られないんですけども、その認めた人の中でも、はいえー、だからプーチンも一応、独裁じゃないということを示すために、えーねあの非え、非与党系も一応残してるわけですね、はい、でも絶対に与党系が圧勝するんですけども。 なわりヌイ氏はどうしたかといったら、えー、プーチンが認めた票しか出てない時点で票の行き先なんかないはずなんですけどもあえてね、あのーまあ、一番マシなところつまり非与党系プーチンが形だけ置いている非与党系にみんなで投票しようと、はい、そして1議席でも落とすと、はい、それをやった結果どうなったかといったら与党の議席が減ってるんですよね。はい こんなもんねあの仕組まれた選挙で意味がないだけではやっぱりね影響を与えないわけですけども選択肢の中で最善のものを選ぶっていうねこれ賢い投票を訴えたわけですね、えーまあ、ですからプーチンからすると最もあの恐ろしい性的ですねはい、まあ、いつでも殺そうと思えば殺せたんですけども、えー、プーチンにとってのここだというタイミングで 殺されたということだと思いますプーチンにとって最も重要なことは次の選挙で大きく勝つことですよね、えー。そのためには何でもするわけです言論の自由なんかないですよ報道の自由もないですプーチンがやってることが正しいこのウクライナ戦争は正義の戦いなんだと、えー、憎きウクライナをもうやっつけてね、えー、苦しんでる民を解放してロシアのね権勢を高めるとそのためだったらフェイクも流すし 外国人嫌いだって全然 OK です。プーチンが欲しいのは、惜しく勝つこと。え、まもなく今年選挙ですからね。選挙で、たくさんの票をもらって、ほら、見たことかと。ね。自分こそがね、ロシアの帝王にふさわしいと。これほど多くの人に支持されてるんだと。はい。えー、これさえあれば、 もうだから戦争するにしてもね、兵を動員する、ね、国民からの支持があって、ね、力強く進められるわけですから、これもし国民がもうプーチンやめようってことになって、プーチン大,大統領が、まあね、次の選挙で負けるなんてことになったら、これはプーチンとしては最悪ですからね。はい。ですから、まあこの、えー、選挙を意識して、このタイミングで、ね、死んでもらうと。 と、はい、いうことを決めたんだろうなと思うわけなんです、でこれは、ねあのーまあ、ロシアウォッチャーの中村先生が、ねえー、ニュース記事でおっしゃったことなんですけどもそのナワリヌイがあの活動をする時に人が集まりますでしょその集まった人たちの写真をロシアの情報当局が撮りまくってたんですって。 でそれ AI でその人物が誰かっていうのをダーっと特定していってだからナワリヌイの活動に、ねまあまあ、参加した人たちのリストをロシア側がもうガーッともうすでに手に入れてるんだって言うんですよ。 まあやりそうですよ、ね、あそう,そう中国と一緒近平と一緒ですよねはいだからナワリヌイをなぜここまで生かしてきたかといったらそういうねナワリヌイにシンパシーを持って活動する人たちのリストを手に入れるためだったつまりもう手に入れたから用済みですよねでここで殺すはい殺したらまたね追悼集会とかあるわけですからでそこに誰が来てるかまた取っていくわけですよははこの人またここで来てんだみたいな話になって はい、えー、で選挙に向けてその人たちを弾圧するで現にね、あのー、これ中村先生が書いてることですけどもそういう集会に参加したりとかするでしょそうするとその若者の,あの会社に連絡入るんですって不届きな青年がいるとお前んとこの社員だって言って、えー、監督しろとこういうね集会に出ると何事かって言って、うんあのー、その会社に ものすごい圧力をかけるんですって。はいで。それやられちゃったら、もう集会に行くだけでも、もう自分の人生なんか、ね厳しいでしょ、それ。<laughs> はい。いいと。自分がクビになろうがね、のったレジの方がいいんだと。正しいね表、表現をするんだっていう人は行くかもしれませんけど、いや、ちょっと、 会社はクビになっちゃったら困るし命も惜しいしっていう人はもう,もうそういう、ね、追悼集会にも行けないってことになっちゃいますよねだから今のタイミングで殺しだ今はもうほらせ刑務所入っちゃってるから、あのー、撮影できないわけです集会に来る人の顔撮影できませんよねで死ねば追悼集会が何かあって撮影できるわけですからで選挙に向けてそれを使おうとしてるとうん。ええ だから選挙の時にねわーってなんかねそれこそ非やよ与党系とかにわーってまた票がいっちゃう賢い投票ってされたくないわけですよね、えー、そこでそういうね集会に参加した人たちにあのー、お前がやってることはどういうことが分かってんのかっていうふうに脅しをかけて投票を歪めるというね、えー、だから選挙に向けてね反体制派の名簿を作るために今殺したんじゃないかとと思えます 私にはね。選挙の後だったら、その名簿が手に入るどこでどんなね、動きが出るか分かりませんからね。今、その、えー、写真撮って、もう一回ね、だって AI ですぐ照合できるわけですから。そして、選挙に向けて引き締めをするというね。はい。だから、ある意味リスクもあるんですよ。選挙前に殺すっていうことは、ものすごい反対デモが起きるかもしれない。 これも、できるだけ当局が小さく抑えて、それでも来る人を撮影して本人を洗い出すと。そしてそれを選挙に活用する。そのための猶予期間が必要ですからね。だから選挙から逆算してこのタイミングで殺す。はい。で、リストアップして活かす。はい。この逆算によってこの日が X デイになったんじゃないかというのが私の分析です。はい。